こんにちは。今回は AI、機械学習、ディープラーニング、この3つの違いを紹介します。 AI とは言語理解や問題解決など知的行動を人間に代わってコンピューターが行う技術の総称です。AI が急速に注目されたきっかけに、2015年に Google が開発したプログラムアルファーゴが囲碁の対局でプロ棋士を破った事例が世界でも有名になりましたね。 AI はデータ傾向から経験則を特徴付け、高い精度で予測分類を行うプログラム機能です。この AI という言葉は機械学習やディープラーニングという言葉も含むため、これらの総称であるとまずは理解しましょう。このうちまずは機械学習という言葉から見ていきます。機械学習は学習データを与えることでコンピューター自身が将来予測を行えるようになる技術です。この学習データは教師データありと教師データなしの2種類に分類されます。まずは教師データありのケースです。コンピューターに大量の入力データと正解データを投入することでコンピューターが入力データの特徴を読み取り、正解データを導き出せるようになります。ですがこの時、犬と猫のデータであれば教師データがあるため結果を返してくれますが、それ以外のデータ、ウサギが突然入ってきた時にこの問題を解くことはできません。それでは反対に教師なしのケースでは、学習データを大量に読み込ませることは同じですが、ここでは正解データを与えません。機械自身で傾向を把握分析することができるため、犬と猫の画像の学習データを大量に与えた後、ウサギのデータが入ると別の分類として解釈します。ここまでが機械学習と言われる教師データのありなしの学習の違いです。そして機械学習のうちもう一つ、教師なし学習に近いモデルとして教科学習があります。教科学習は学習データの代わりに報酬が与えられ、与えられた環境の中でエージェントがどのように行動すればいくらの報酬を得ることができて、その報酬を最大化するにはどうすればいいかを学習します。例えば囲碁の場合、勝ちパターンの組み合わせが非常に多く、前端策が得意なコンピューターも処理が追いつかないほどの膨大なデータが必要です。囲碁の場合は盤面という環境に応じて将来得られる報酬が一番高い一手を強化学習で導きます。これにより最終的には相手に勝利するという最大の報酬を得られることができます。もう一つ、株の売買の例では株の価格変動や保有する株の数が環境にあたります。ここではどのように行動するかが株の売買数量にあたり、結果的にいくら報酬が得られるかは売買結果の儲けにあたります。絶対に勝てるわけではありません。まとめると、機械学習には学習データが必要になる教師データありと教師データなしの学習、そして学習データの代わりに報酬を必要とする強化学習、このような構成であることを理解しましょう。そしてこの部分、ディープラーニングです。ディープラーニングは機械学習ではできなかった複雑なデータが扱えるより緻密なデータ分類をする技術です。機械学習よりもより膨大なデータかつ複雑なロジックが必要となります。代表的な技術は画像認識や音声認識、自然言語処理などがあります。 LINE アプリ上でマイクロソフトが提供している AI 女子高生りんなちゃんもディープラーニングにより私たちと自然なコミュニケーションをとってくれていますね。最後に AI が進化する上での倫理的課題についてもセットで覚えておきましょう。 AI 分野でのトロッコ問題とは、どれか一つの選択を迫られるとき AI にどのように指示制御を判断させるのか、
AI を作る人間が判断するのに困難である例として挙げられます。例えば AI による自動運転車のブレーキが故障した際、このまま進めば子供2人がいる横断歩道に突っ込んでしまうというシーンがあったとします。車に乗っているのは運転者のみで、車を横断歩道の手前の障害物にぶつけて停止させると運転手が1人死ぬことになります。この時歩行者2人と運転者1人の命、どちらが犠牲になるのかといったロジックを作るのも AI を作る人間が判断し実装することになります。 EU が策定する信頼できる AI 開発のための倫理ガイドラインでは、 AI の利用促進にあたり開発者が守るべき重要項目を概説した7つのガイドラインをこのように公開しています。もともとのトロッコ問題とは、ブレーキの壊れたトロッコが爆走しています。このまま直進すると路線上の5人が引き殺されてしまいます。トロッコの進路を変えれば5人は助かるが、曲がった先には別の人がいて、その人は死ぬことになる。ある人を助けるために他の人を犠牲にするのは許されるのか、という功利主義における有名なお題です。単純に多数決で人数の多い方を助けるに決まっているというわけにもいきません。もしこの一人が自分の大切な人だった時、多数決で即決するわけにはいかないはずですよね。さて後半は IT 隙間教室にしては重めのテーマでしたが、 AI 機械学習ディープラーニング、この違いは分かりましたか？今日の授業もお疲れ様でした。それでは次の隙間教室でお会いしましょう。